皆さんこんにちは。高いところから失礼します。雲の上ゆめみです。まず名前は雲の上ゆめみと申します。雲の上の方にいます。最近日本支部に飛ばされまして、性別は女の子です。男の子とか言ってないです。はい。で、好きな食べ物はラムレーズンです。ラムレーズンについて語り出すと30分じゃ収まりないんですよね。あと焼肉が好きです。ツイートの3割ぐらいが焼肉のツイートになるくらいには焼肉が好きなんですけど、まあそれもありましてですね、当分の目標はあれです。 YouTube で稼いだお金で焼肉を食べるです。私だけじゃなくて、みんなと一緒に食べれたらいいなって思ってます。だから、とりあえずは、焼肉を食べるを目標に頑張っていきたいと思います。はい、まあ、これ以上は、動画の中でいろいろ私のこと知ってくれたらいいなって思います。マシュマロの方でいろいろお便りいただきまして、そちらも紹介をしていきたいなと思います。それでね、私の自己紹介も兼ねて、ってな感じで、いきたいなって思ってまーす。はい。で、まず、一つ目。声がとても可愛らしかったので、フォロー失礼します。5時でもう大体推測して読めちゃうんですね、イメミは。はい。で、これからの活動楽しみに待ってますってことで、ありがとうございます。めっちゃ頑張ります。動画投稿もしたいんですけど、配信とかもしたいなって思ってます。はい。頑張るので楽しみに待っててね。名前の横にナスがついているようですが、名取先輩の大ファンで、VTuber を始めたくらいにはファンなんですよ。だから、その、リスペクトの意味を込めて、付けさせていただいております。はい。で、あなたの性癖を教えて。素直に答えていいのかな？はじめの自己紹介動画で性癖紹介する VTuber なかなかいないと思うんですけど。ですね。性癖な。女の子の恥ずかしがってるところを見るのが好きでーす。次。お母さんの英語の松坂牛は食べたことありますか？ねえよ。あるわけないじゃん。それとも、あれかな？食べさせてくれる、みたいな、そういう、まあね、将来的に私がもっと活躍するようになったら、食べたいな。食べさせてくれないかな。お腹すいた。私もお腹すいた。私もお腹すいた。ゆめみ様、焼肉。ありがとう。焼肉食べたかった。味は。タイミング良すぎ、ありがとう。そうですね。ゆめみ様。なんか、私が、ツイッターでふざけて、気軽にゆめみ様って呼べよな、みたいなツイートをしたら、本当にゆめみ様って呼んでくれる方がね、いらっしゃるみたいで、呼ばなくていいです。はい、気軽にゆめみって呼んでください。呼びたかったら、ゆめみ様って呼んでください。はい、ということで、こんな感じでしょうか。まあね、ちょっとぐだっちゃったところもあるんですけど、動画楽しんでいただけましたか？これからもっと面白い動画配信、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。じゃあねー。